ホルメンコーレンジャンプ競技場1982年、ノルディックスキー世界選手権大会は1985年2月19日から2月28日までの10日間、ノルウェーの首都オスロで開催された、ノルディックスキーの世界選手権。同地での開催は1930年、1952年、オスロオリンピック、1966年に次いで4回目である。 13種目が行われた。ノルディック複合とスキージャンプの団体戦が初採用された。クロスカントリースキーではフリー走法が採用された。日本代表選手の記録は全日本スキー連盟による。男子15メートル1985年2月23日男子30キロメートル1982年2月20日フリー走法を編み出したビルコックはアメリカに 世界選手権史上初めてクロスカントリーのメダルをもたらした。男子 50km1982 年2月27日、男子リレー1982年2月28日女子 5km1982 年1月22日女子 10km1982 年2月19日女子 20km1982 年,20年2月26日女子、 4X5km リレー1982年2月28日個人1982年1月18日19日団体1982年1月25日26日成績はドイツ語版で補った団体 90m 級1982年2月19日ホルメンコルバキン12本目とも各チーム成績の良い3人の記録を 採用、8本中6本の合計で争われる。個人 70m9,982 年2月21日個人 90m9,985 年2月28日、ホルメンコルバキン。ありがとうございます。